中原町に水飴を売っている小さな飴屋の店があった。この飴屋へ毎晩夜が更けてから色の青ざめた女が白い着物を着て水飴を一輪買いに来る。飴屋は女があんまり痩せて顔の色が悪いものだから不審に思って親切にたびたび訪ねてみたが、女は何も答えない。そこで飴屋は友達と語らって女の後について墓場へ行ってみた。とある墓石のところまで来ると女の姿がパッと描き消えた。すると地面の下から赤子の鳴き声が聞こえる。それからみんなして墓石を起こしてみると墓の中には毎夜水飴を買いに来た女のむくろがあって、そのそばに生きている赤子が一人。差し出した提灯の明かりを見てニコニコ笑っていた。赤子のそばには水飴を入れた小さな茶碗が置いてあった。